新型コロナの影響で3年ぶりの開催となった国内最大級の自転車の祭典ツールド沖縄。昨日開催された男子チャンピオンレースには国内外のトップ選手ら14チームおよそ130人が参加しました。国内の自転車レースでは最長となる210キロのコースで激しくトップが入れ替わる熱戦が繰り広げられ、最後はチーム右京のプラデス・ベンジャミ選手が後続を突き放して大会初優勝を飾りました。県勢では愛三工業レーシングチームの東原隼人選手が12位に入りました。その他大会では様々なイベントも開かれ、3年ぶりの祭典は大いににぎわいを見せました。